あの後結構時間かけて探したんですけど全然いなくて、あの空港、カマーさんがね爆殺されたところとかも空港とかもね全部回ったんですけど全然いなくて、もうちょっと状況的にお手上げで、この状態は嫌なんでちょっと攻略の方をね見させていただいて、どうすればいいのかっていうのをちょっと拝見させていただきまして申し訳ないです。ちょっとこのゲームで動物集めがね時間かかるんで、シナリオも進行できないかときついんで、ちょっとお許しをいただければと思います。なるべくねなければいいんですけど。で、攻略を見た結果ですね、不穏なことが書かれていたんですよ。剣のレベルをね16まで上げるっていう、もう俺16なんですよ。そうするとね電話がね、やっぱまた留守電が来るらしいんです。来ないんですけどとなると、まあ時間潰せばいいのかなと思うんですけど、時間を潰してもまあ来ないものは来ないので、まああるとしたら本当季節をまたぐくらいしかないのかなと思う。あ、イカちゃんまずいですね。イカちゃんはちょっと怖いんで、どうしよっかな。まあやっぱこの状況だとリンダがねいないんで、パーティー的にかなりきつい状態で、まあどうするのっていうことなんですけれども、まあちゃんとね、まあ、救済というか、そのレベルを、まあ、やっぱこのゲームレベル上げるとか、まあ、時間経つとかでイベント進行するみたいなんですけど、まあ、動物捕まえるとかも書いてあったかな、ちょっとざっとしか見てなかったんで分かんないですけど、増物じゃねえんだよな。だからまあうまくいくっていうか、ワニがいるならワニちょっと捕まえて、ね、いじめて遊ぼうかなと思ったんですけど、ワニもいないし、まあ仮にですよ、106トゲトゲ卵、ワニとか出てくんのかな。あ、来た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 、メスが欲しいんで、ちょっとまあ一人ね欠けちゃっているんですけど、ちょっとやってみましょうか。よいしょ。水の中じゃなければまあ戦えるでしょう。まあ一匹なんですよね、おまけに。当てろって。あー、でも20ダメージか。で、あ、俺ワニ捕まえてないのか。ワニ狩りの男をします。多分ね、カニ狩りの男しても多分弾け飛ぶと思うんですよね。あー、ダメですね。一応ねワニだけぶち込みましたけど、いけませんか。一応ね、まあ、次行くところまでは攻略チャートで載っていたんで、ちょっとそれを確認だけしましょうか。まあ結局ね、サチがどこ行ったかって話なんですけど、まあある場所にね、まあ何かイベントがね舞い込んでいるということなんですよ。なので連絡がない限り俺はこう今身動きがね取れないですけれども、あれかな、イベント俺の進行が早すぎるのかな、めちゃくちゃ不安なんですけどね。あるちゃん、やっぱ心配性、俺犬こら心配性なんで、まあ強ければね強いほど困らないし、イベントの進行は進行でね早ければ困らないし、あれかな、レベルが低いとかなのかな、もしくはもう動物が全然集まって、ああダメダメ、イカちゃんはダメ、イカちゃんはダメ、動物はね全然集まってないとか、そういう可能性もありますよね。もうちょっとちゃんと見ようかな。動物の種類が足りてないとかあるのかな。はい。この時点までで動物を20種集めている必要があるみたいですね。それももうちょっと前の、まあ、リンダのイベント、ゾンビイベントっていうか、あのあたりまでで20匹捕まえてりゃいいみたいなんですけど、この状態お分かりいただけますでしょうか。もう大丈夫なんですよね。条件はほとんど満たしているので、なんだ？バグっちゃってんのかな？
バグっちゃってんだとまずいんで、まあ地道にレベル上げるなり、ちょっと動物狩りして、まあ、食料なりお金貯めるなりするか。俺なんでお金持ってねえんだ、何に使ったんだ。俺ちょっと記憶がないんだけど、やばいな、こう浪費癖が出てくるとかなり怪しくなりますよね。一応卵ゾーンで卵いっぱい取りました。ああ、卵といえば、まあいつも言ってるけど、あるちゃんね、卵アレルギーになっちゃって卵全然食べられなくなっちゃったんですけど、ああまた、ああ、やべやべ、後ろから攻撃とかあんのかな。ああ、突撃、ちょっとね、突撃、あね、突撃チャージはねちょっと良くないよ、そうなっちゃうから。突撃チャージするなっていうね命令とかあるといいんですけどね。これオズポートでね、ぶちこ、あの卵を預けられたら、いやー、これ多分トゲトゲ卵はね、多分ワニっぽいっすね。プチプチはね、なんか臓物っぽいっすね。あ、で俺今985ゴールドですね。食い物が、あの、ないというか、臓物狩りするよりは、サイ狩りした方が、効率というか、動物集めにもできるから、いいかなぁ。ちょっと困っちゃうなぁ。とりあえず今、剣がレベル17、あ、岩ちゃんもインパラも捕まえて、これでね、もう、条件は揃ってるはず。あ、で、季節もまたいでしまったので、これで何か起こらないと、ちょっと怖いというか、やばいですよね。どうしようかな。もう インパラももう大丈夫なんで、道具はね、ちょっと使い捨てテントとかで、これ大丈夫なのかな。ああ、戦わずに、なんとかやり過ごせたのか。じゃあ、これ持ってとりあえず帰りましょうか。お金もね、増えてるんで、あとは、まあ、剣が、あ、来た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 。いやー、これレベル、あれかな ?16 じゃなくて17だったのかな、それとも時間なのか。はい、現状が22種類ですか。もうあと半分になりました。まあ、一応、やっぱストーリー進行とシナリオ、動物のね、捕獲数なんか、捕獲数とかレベルなんかも、多分、まあ、リンクしていると思うので、まあ、ということはまあ、ちょうどいい。ということなんですかね。あのレベルのあたりもちょうどよくて、動物は少し多めじゃないか、ちょうどいいのかもしれないですね。母さんだよ、ヒュームとアンの墓の掃除に行ったら先客がいてね、声をかけたらそのお嬢さんあんたの知り合いだって言うじゃないの。でさ、今私と彼女とでうちでお茶してるとこなんだけどね、なんていうか名前も教えてくれないし、ちょっと様子が変なんだよ。急いで戻ってくれるかい？というね、あのイベントでした。はい。まあ、概ねね、自分が考えていたイベントの進行とか、どうしたらイベント進行するのかなっていうのは、まあ、当たっていたので、まあ、今後もね、それできちんと考えてプレイしていこうかなと思います。よろしくお願いします。おかえりけん。ただ今、早速だけど、このお嬢さん、ずいぶん訳ありなんだろう。母さんには包み隠さず、本当のとこ話しておくれ。今さら驚きゃしないからさ。人造人間だって信じんのかな。これまでの経過をかいつまんで話した。言う必要ないけどね、人造人間とかは。はあ、かなりややこしいね。私みたいなお気楽な人間には分かんないことだらけだ。ああ、これ話してるんだろうな、多分母ちゃんのこの器のデカさで今はね、薄まってるだけで。でもこの子に今何が一番必要なのかはよく分かったよ。あんたが1号さんだっけ。ちょっと私の方向いてごらん。はあ、そうだね。ん？スミレ
今日からあんたはスミレ。スミレ。あんただけの名前だよ。どう？気に入ったかい？なんだいケン。言いたいことがあるならはっきりお言いよ。ん？名前つけてる場合じゃないってば。今時スミレはないだろう。そんな簡単に決めちゃうもの？あー、いや別に今時スミレはないだろう。別に、あーでもスミレさんって聞かないな。ってことはこの時代もスミレっていうのはもう古い名前で、今もいやね聞かないってことは、まあこう上位にはお花の名前って食い込んでこないか。バラ、ユリ、うーん、そういえばお前の名前も大昔のアニメの主人公からもらって私がつけたんだよ。お、あれかな、飛行つくのかな。人の名前とか結婚とか大事なことに限って直感と思い込みで決まるもんさね。まあそういうの大事だけどね、なんとなくって。どうだい？で、当の本人が気に入らないとね、かわいそうだけど。やだよ、この子泣いてるよ。そんなにスミレが嫌なら他に考えるけど。いえ、そうじゃないんです。私嬉しくて今私が生まれたんです。そんな大層なもんじゃないけど気に入ってくれて何よりだよ。素直ないい子だね。え？あれ？俺なんか喋んないといけないやつですか？さてと、これからどうしたもんかね。私の名前はスミレ。いいなでしょ？守りたいこの笑顔。どうしたもんかね。いや、どうしましょう。え、ちょっと待ってよ。え、なんかここからさ、このまあ幸一号改めスミレがね、改心というかなんかあんじゃないの。ちょっとお待ちけん。でスミレ、あんたこの先どうするつもりだい？そう、それをさ、別に話せばよかったじゃん、この流れで。ラグナロッチの家に戻ってお父様を説得しようと思っています。さっきの話じゃ、あんたの父さんどう転んでも牢屋行きだよ。その後はどうするんだい？牢屋行きっていうか、牢屋で住むかどうかですよね。彼が世界を征服するかもしれない。じゃあ決まりだ。スミレは今日からうちの子だ。私と一緒に暮らそう。もうすぐ厄介者が一人いなくなるからちょうどいいよ。おい、ちょっとケン、あんたまた私の決めたことにケチつけたいのかい？いくらなんでも無茶苦茶だ。隊長になんて説明するんだ。ああもう好きにしてくれ。ああもうめちゃくちゃだよ。男が細かいこと言わないの。私はスミレが気に入った。一緒に暮らすにはそれで十分。いやもう勝手にしてくれ。俺もあの賛成だよ。ああ、もちろんスミレが嫌だってんなら話は別だけど、スミレ私のこと好きかい？はい、大好きです。ケンも好きだし、リンダさんも好きだし、みんな好きです。お、ちょっと待ってよ。感情が、捨てたはずの感情が揺れ動くんだが。スミレ、あんた笑った顔の方がずっといいよ。大概の男はその笑顔でスミレの言いなりだ。わかる。早速剣で試してごらん。ラグナロッチに一緒に来て。そう頼んでごらんよ。大丈夫だよ、スミレの笑顔はね、
男の答えを全部イエスに変えちまう力があるんだから。いやー、化け物能力ですね。イエス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 。なんだこれは、なんか俺見たことあるな、こういうの。なんかジャストモニなんとかで見たことがある気がする。怖えんだけど。でもね、なんだろうね、どのイエスでもね、俺言えるよ。 1,2,3,12 個イエスがあるじゃん。12回言うよ。イエス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 。私の言った通りになっただろ。スミレ、これだけは覚えときな。自分の未来は自分の力でしか開けないもんだよ。いいね。それと、困った時はここに戻っておいで。ここはもうあんたの家なんだからね。ちょっとさ、母ちゃんの器でかすぎてさ、こう剣がね、一緒に座る？少し恥ずかしいのですが、ん？どうしたの？ああ、何も？少し恥ずかしいのですが、あの、履いてないんですよ。え？見たい？お前、ちょっとどうしよう、ずるくない？こんなんずるいじゃん。どうしよう。ごめん、ちょっと最近ちょっとね、体調良くなってきたのに。むせるんだけど。みたい。興味深い答えですね。記録しておきましょう。剣チャレンジャー隊員レベル17、3年目夏、ハーディア、記録終了。何？俺はどうしたらよかったの？そっか、またこれ変えられ、装備変えられないのか。結局まあリンダと一緒というか、まあリンダがやっぱりメインヒロインっていうことが、まあここでね、確定的に明らかになるんですけど、俺はスミレがいい。俺はスミレと添い遂げたい。いかんのか。ほい、編集したらあと10分くらいできそうだったので。何、10分で俺は何をすればいいんだ。動物もいない。食い物もどうやらあんまりない。花は枯れてしまった。スミレにあげることはできなかったね。まあ、とりあえずは、そうだな、スミレの力がどれくらいかちょっとわからないんで、ねえ、岩さん、ラズさんはちょっと一回置いといてもらって、これイカちゃんをちょっと引っ叩いてみるか。レベル上げないといけないんですよね。飛び散っちゃうのしょうがないけど。ああ、まあ全然大丈夫なのかな ?180。で、剣が？ああ、320。3倍くらい違うのか。どうかな。 HP もね、倍は倍近く違うんで、それも結構怖いっちゃ怖いんですよね。お金はあるんで、まあ、オズポーと言ってもいいんですけど、明らかにね、このスミレの力だとどこまで通用するのかが分かんねえんだよな。オコゼとかと戦っても危ねえんじゃねえかな。ちょっとレベル上げてからの方がいいかな。はい、ということでね、ドギファまで来ておりまして、一応ラジワさん、ラズさんも入れておいて、オコゼをね、オコゼは刈り取れるけど、モグラとかその辺のやつはね、弾け飛ぶので、オコゼ狩りの男をしていたんですけど、スミレの、ね、レベルが上がらなくて、まあしょうがないんで、結局こっち来ちゃう感じですかね。イベントはどうすかね。その、タカ狩りの男、
まあ岩とラズがいれば全くね、あの問題ないんですけど、実際にスミレがね、まだいつまでパーティーいてくれるかもわからないし、ただ動物は集めたいんですよね。集めたいっつったってでも今必要なっていうかいないのか、ワニのメスバニとあとそんなにないのかな、今いないかもしれないですね、新規の動物っていうのが。まあ狼とかサイかな、あれ鍵がかかっていて開かない、え閉まってるわね。うん、危険だけど西の湖を渡って水門から入るしかないわ。西の湖っすか、え西ってなってなんかすごい強いのがいっぱいいるってなかった、スミレの装備変えられないとかさ、スミレさもしかして変身とかできんのかな、321撃てっつってさ、なんかレベル50ぐらいになって強化されないのかな。西の湖どれのことだ、ここがこうだから下に行きゃいいのか、初手行けないですけど、西の湖、えどれのこと言ってんの、上から通れるのかこれ、それとも、おお、ひょうもね、あのいっぱい出てくると俺勝てない、俺っつうか勝てないんですよ。あ、ここ渡れる、あ、ここジャブジャブで行けばいいか、他のモンスターじゃない、動物いないですかね。ちなみにやっぱここね、地球じゃないんで、あ、普通に行けるじゃんね。このヒョウとか豚とかね、ダチョウとかって、まあ、地球にいた時の名残でつけてるだけみたいですね。それっぽいからつけてるだけ。まあでもヒョウはヒョウじゃねえよなと思うんですけどね。豚がせいぜい豚とかリスくらいなもんじゃないですか。あまりにも異星人すぎますけどね。これ外内側だからさ、鍵開けられんじゃないですかね。いきなり乗り込むぜ。どうだ、いらっしゃいますか。説得なんか絶対できないと思うけどな。あーでも鍵かかってて開かないぜ。今回スミレの言い方もちょっと怪しかったよね。西っていうか東から回り込んでいくしかないわねって言ってほしかったな。じゃないと俺西に行ってたと思うよ本当に。ここが幸子の部屋よ。確か奥のドレッサーの引き出しに研究室の鍵があると思うわ。勝手にやっちゃっていいんですか。あ、ちなみにこれは特に何もないのか。あれドレッサー、あ、なんか入れんの。このドアの鍵なら持ってるわ。ちょっと待って、今開けるから。カウントいらねえ、3、2、1っていらねえね。ドレッサー、こっちのドレッサーかな、モンシロドレスぬ。俺着れるの？男の子装備とか女の子装備とかあんのかな？ないんですね。ないし、強くならない。霊気と必殺系が上がるけど。まあ、リンダに着せるか、売るか、ですか？これだな。研究室の鍵。ねえ、ケン。ここで暮らしてた幸子のこと、少し話していい？お？聞く耳も多分話してみなよ。いや、話しなよ。話したきゃ。連邦から指名手配されたお父様と幸子には安住の地はなかったのよ。特に幸子は疲れていたわ。彼女は友達も作れなかった。足取りを残さないためにね。その生活から逃れるために自殺すら考えていたわ。え、あのその人形使いっていう行為、殺戮行為って割と早めでやってたの？なんで指名手配されてんの？そしてこの星に来て箱舟のクルー募集を知ったの。あ、もっと昔の話っすか。過去を完全に捨てられて同年代の異性とも知り合える夢のような話に見えたのよ。まあ幸子はね、悪くないと思うんですけど。幸子はすぐに志願したわ。
お父様も最初は反対したけど、結局は賛成したわ。必ずクルーになれると思った。だってあんな無謀なプランに他に立候補があるなんてね。あとはケンも知っての通りよ。幸子は選ばれなかった。そして飛び降りた。絶対さ、これいついっていうね、アイディアがねきついよね本当に。でもね、本当はまだ生きてるの。え？植物状態のままある場所でずっと眠り続けているのよ。え、何その話。え、ちょっと、ま、ちょっと待ってもらっていいですか。それ、これこれから行くところにさ、そのねえケン、そこの油絵見た？2号が描いてるのよ。将来画家になりたいんだって。ケンに似てるでしょ。でも違う人。モデルは秘密よ。え、じゃあ誰なの？これあれかな、このマーズっていうところが作ってるところにこのケンチャレンジャーっていうこと似ている人がいるのか、まあ、もしくはそれとも根がつく男の子がこの世界のどこかにいるのかもしれないけど。名前がないとかさ、なんか意思がないみたいなんだけど、でも、ね、画家になりたいとか、ちゃんとその子はその子のね、ちゃんと意思があるじゃないか。だったら、きち、え、きちきちきち、オリジン。あ、強い。どうする。とりあえずや殴るしかねえ。あー、ちゃんと攻撃してくれ。あー、すみれ危ねえ。あー、今も危ねえ。すみれってさ、あ、 A モード B モード、3、2、1、5、やっぱりな。どうする、どれを破壊する。これ210を破壊するか。あ、強っ。あー、ラズモ、あ、スミレもう一回やってくれるんですか。あー、これさえあればってことか。これ219いこう。よし、抵抗するんじゃねえ。じゃあこの87、よし、で岩さんでこれと。よし、あとはあー、剣 OK。 よし、スミレやってくれ、すべて終わらせてくれ。剣、あ、剣が、よし、最後の一発くれてやる。ほら、全然レベル上がんないんだけど。適正なはずないんですけどね、この時点で。結構きつきつなはずですよ。多分ね、いびつなチョコでね、全回復するんじゃねえかなと思うんだけど、そんなことなかったですね。とりあえず適当に回復させましょう。あ、あ、まだあるか。並べる、おこうぜの紐、腐った肉はダメ。おこうぜの紐をみんなにあげて、これでも結構ね作ったはずなんですけど、これでいいか。よし、行こう。あー、なんかウェディング2号がいる。あそこの宝箱が欲しい、どうしても欲しい。エアフリーパス、お、これ2万8000ゴールドぐらいするやつじゃないですか。子供の頃から今に至るまでの幸子の写真が壁いっぱいに貼られている。見せて見せて。ちっちゃい頃ってか今も可愛いし、ん、片手を上げた顔が猫に似た動物の人形がある。これ招き猫じゃないの。あとだるま、全身が赤い、手足のない奇形の人形がある。そうなんですよね、だるまって多分そういうものなんですよね実際。ケン、必ず来ると信じていたよ。実は折り入って君に相談があるんだ。何かね。他でもない、箱舟の女性クルー、つまり君の花嫁のことだがね、リンダはあんな状態だろう。そこで相談だ。はっきり言おう、幸子でどうだ。なるほど、ここで幸子でどうだが来るわけですね。
これを見てくれ。どうだい、この腕頭骨筋から上腕二頭筋に続くエレガントなカーブ。そう、リンダの左腕だ。ちゃんと幸子につけておいたよ。どうだ幸子で、どうだ。それからこのドレス、見覚えないかい。リンダの部屋からいただいてきたんだ。あつらえたようにぴったりだろう。どうだ幸子で、どうだ。理論的にはね、子供も産めるはずなんだ。試してみようよ。どうだ、え、幸子で、どうだ。うーん、木娘の匂いだ。どうだどうだ幸子で、どうだ。なんならそっちの幸子もおまけにつけてあげよう。え、あの、その子2号じゃなくてオリジナルなの。美しく従順な双子の妻、三人の新婚生活、昼そして夜、想像してごらん。さあケン、幸子とリンダ、どっちを選ぶ。嘘やめてよ。お、むせるんだけど。